いやー、ということでね、本日はちょっと面白いものを見つけたんで、そちらをね、皆さんと一緒に開封していきたいと思います。サンスタ。最近ね、仕事で東京行ってたんですけど、東京のコンビニで見つけてきた雑誌なんですよ。初めて見たんだけど、ディムっていうのかな、ディムっていう雑誌だと思います、多分。で、僕ね、やっぱりカメラとか好きなんですけど、そもそもガジェット全般が好きなんですよね。もう Mac 製品とかね、新製品出るたびに買っちゃうような感じで、ものすごいガジェット好きなんですけど、まあ、かなり興味深いなと思ったんですよね、このタイトル見て。なんかいろいろ書いてますよね。超新星ガジェット100とかさ、令和最初のベストヒット大集合とかね。要は今年に入ってから流行った製品とか注目のガジェットみたいなものを紹介するっていう雑誌になってると思うんですけれども、僕がね、おっと思ったのがこれ。ここ見てください。これね、簡易ジンバルがついてるって書いてるんですよ、付録で。いやー、でこの雑誌自体が990円なんですよね。ってことは実質的にジンバルを990円で買えるってことになるわけじゃないですか。すげえなーと思って、それならちょっと買ってどんなジンバルか見てみようかなと思ったんですね。で、まだちょっとジンバル実際に開けてないので、今から皆さんと一緒に開封していきたいと思います。ハサミ必要かな。いや、ほら、最近はさ、簡易ジンバルも結構安いの増えてきてるじゃないですか。iPhone 用の二軸ジンバルとかだったらもう本当に4、5000円ぐらいで買えるし、ちゃんとした三軸ジンバル、例えば、オズモモバイル3とかね、ああいうものでももう1万円ちょっとぐらいで買えるような時代になってますので、まあそれが990円で買える時代まで来たかと、驚きですね。はい、今で上の部分は開けましたけれども、箱はこんな感じですね。スタンダード一体型ジンバルって書いてますね。で、ちょっとね、箱に書いてる絵を見る限りでは、何やらね、嫌な予感が若干僕はし始めてるんですよ。まあいいや、ちょっと一回開けてみます。じゃあ取り出しますね。なんだこれ。ちょっと謎の棒がいっぱい入ってるんで、これらをまず取り出して、あ、じゃーん、出てきました、こちらです。おー、これが990円のジンバル？ちょっと開けてみましょう。さあ、ちょっと出てきたものが全部でパーツで言うと3つですかね。1つ目がこれ、開けてみましょうね。こんな感じ、スマホホルダーかな、スマホをこう挟むやつですね。よくあるやつです。だいたい Amazon とかで100円とかで売ってますよね。で、続いてがこちらですね。これがちょっと何かよくわかんないんですけれども、まあ、組み立て説明書を見ながら組み立てていきたいと思います。なんかこういう感じのやつですね。で、もう一つがこちら。これがね、おそらくグリップ部分になるのかなと思うんですけれども、なんていうんだろう、このチャッチー感じというか、まあまあ簡易式と書いてるからには簡易式なんでしょうけど、で、一応これね、電動ジンバルではないらしいんですよ。電動じゃなければ一体全体どこでジンバル機構を補うのかっていうのがちょっと気になって買ったわけなんですけれどもね。今のところただのプラスチックじゃないかな。で、わわわわ。あれ？説明書がないな。説明書が入ってない。もしかしたらね、雑誌の中に説明書書いてるかなと思うんですけど、ちょっとまあこれの通りに一度組み立ててみたいと思います。図でいくと多分ここをこういう感じで組み合わせるんですよね。むむ。よし。ネジとかの感触は普通ですね。別に、普通です。入らないとかもないですし。で、プラスチック本体もバリがひどいとかっていうこともないので、まあまあ普通かなって感じです。で、最後に、これを多分ね、ここに取り付けることになると思うんですよね。こんな感じかな。よし、取り付けが完了しましたが、終わり？これで終わり？え、ちょっと待って、これジンバル？ジンバルっていうよりはミニ三脚じゃないのかな、これ。こうやってね、ここに携帯挟むわけでしょ。ちょっと iPhone 取ってくる。この iPhone をここに挟むわけだよね、と。よいしょ。いや、ミニ三脚、いやいや、これはジンバルではないでしょ。え、マジで言ってる？これ、ちょっと待ってよ。ああ、やっぱりね、ここ。見てください、これ。やっぱ簡易ジンバルって書いてますよね。これってさ、
一歩間違えば古代広告というかさ、はっきり言って詐欺に近いぐらいの気がしなくもないんだけど、だってジンバルと思って買った人これかわいそうだよ。ここ見てください、これブレずに動画を撮れる本格派みたいなこと書いてますよね。マジでこれブレるよ絶対。だってミニ三脚だもん普通の。しかもさ、なんていうのかな、支点力点作用点の位置が悪いというかさ、この細長くてヒョロヒョロしてるんで結構ブレやすいんですよね。どっちかというともう少しグリップが太くて、ここの距離がスマホまでの距離が短ければ短いほどブレにくくなるので、これはね多分相当ブレると思うんだよね。ちょっと撮ってみます。はい、さあ皆さん、今、特にね歩き方も持ち方も意識せずに、どうでしょうかね、皆さんブレは、してないでしょうかね。今ね歩き方とか特に、普通の歩き方してるって感じです。まあ、ジンバル持ってラフに歩くような、イメージで歩いてるって感じですね。これでね手ブレしてなかったらすごいなと思うんだけど、画面見る限りでは手ブレすごそうなんだよね普通に。やっほーっつって、次ちょっと正面向けて撮ってみましょうかね。はい、今正面向きで歩いてますね。一応ねもう本当に普通の持ち方して普通に気楽に歩いてるって感じです。今歩き方としてはいやブレ取るやない、一回思いっきりブレてますね。これねジンバルじゃないよこれはねやっぱりジンバルじゃないよ、これミニ三脚だよミニ三脚。これジンバルって言って売っちゃうのはまずいんじゃないかなと思うけどね。ちょっとねジンバルの定義について一度確認しますね。ウィキペディア調べによりますと、ジンバルは一つの軸を中心として物体を回転させる回転台の一種であると書いてます。これ一つの軸をもとに物体を回転させる回転台じゃないですよね。一つの軸はあるけれども特に回転も何もしないんで、それはまあ手ブレ補正できませんよね。これ大丈夫なのかな、問題ないのかね、こんな風な表記の仕方して。だってブレずに動画を撮れる本格派簡易スマホジンバルって書いてますからね。まあ正直まあもうこれの表紙見た瞬間からね、なんか怪しいなと、これジンバルなのかっていう半信半疑の目で会話したので、特にこれといって文句はないんですけれども、まあ今後もねきっとミニ三脚として使っていくでしょうしね。いやーこれジンバルって言ったらダメだよね。ちなみにね僕の知ってる簡易ジンバルってのはこんなもんです。これオズモモバイル3ってやつなんですけれども、まあこういう風に折りたたみになっててね、実質的にこちらの簡易ジンバルかっこわらとそんなにサイズは変わらない感じですね。若干幅がね広いかなっていうぐらいですけれども、こちらだとね本当にブレないで撮れるんですよ。まあ電動ってのもありますけどね。ちょっとこれで一回撮ってみますね映像。はい、今オズモモバイルを使って歩いてます。これが、僕の知ってる簡易ジンバルの絵ですね。まあブレてないですよね、背景も含めてね。一応ね今もさっきと同じような歩き方で歩いてますので、もう条件的にはフェアっていう感じですね。まあこれが僕の思う簡易ジンバルの絵なんですけどね。いやーちょっと比べてみましょうか、先ほどのと。まあこれに関しては比べるまでもないって感じかな。いやーもう本当にねちゃんとしたジンバルだったとしたらば、めちゃくちゃいい話だなと思ってみんなに紹介しようと思ったんだけどまあ結果的には面白動画みたいな感じになっちゃったね。まあまあまあ、ちょっと今後もねもしかしたら令和のガジェット界隈こういう荒い売り方するところも出てくるかもしれないんですけれども、僕はこれを簡易スマホジンバルと思って買ったのに中に、ミニ三脚が入ってたっていう部分でね、かなり不満は覚えましたね。二度と多分買わないと思いはします。はい、ということでミニ三脚が欲しい方はね、ぜひこちらの雑誌買ってみてもいいのかなと思います。今後もねこうやって安くで面白そうなガジェットが何か手に入れられる機会があったら、どんどんこの番組でも紹介していきたいと思いますので、皆さんからのね面白情報みたいなのもお待ちしております。ということで本日はご視聴ありがとうございました。 See you!